次は神田、神田。お出口は右側です。山手線、京浜東北線と。初めて新幹線乗ります。地図、ともちゃん、イエーイ、じゅんちゃん。いいですか、神戸のご飯は。乾杯。よかった、大成功だよ。よかった。あの子たちを連れてきて、見た目より全然味がパンチ効いてる。すごい。そうそう、これなんか味薄いのかなみたいな。全然さすがです。うまいね。なんていうの、ほっとしたね。ここまで長かった。緊張感がね、今日もすごかったね。満たされた。おいしい。意外と合うんだよ。山椒って何でも合うの。ちょっとさ、山椒も出しとく。そうさっぱりして。黒七味とかも美味しい。そう。ラーメン好きのトマトと一緒に行ってもらうかな。ラーメン好きってカリ好きじゃない。美味しい。タレどんな感じ？美味しい。甘め？いいね。あっさりすぎる。あ、強い、いいな。
セブンしますけど、うん、高額価格で食べれる、食べれる、これいくらでも食べれる、うん、もうね、つまみ軽く、うん、超いい。まだ美味しいとこ小鼻が広がる。おいしい。つくねめっちゃ匂いする。美味しい。これもすごい。なんか初めて毎回一つ一つお前がアテンドしてくれる。あ、これ一つでキーマカレー、うん、すごい、確かに、こんな風にかおにぎりと肉じゃがフォローってなって、どうか肉じゃがを作る、可愛い、これやったら朝までどうか、どう、食わない無理か、うん、そうそうそう、うん、昔甘めなの、じゃソースはお好みで、うん、うん、お醤油とかもあります、うん、ちょっとお醤油つけてみよう、醤油こと、多分に合う、仲良しらへんけど、どうじゃ、あ、もっと南、あ、じゃあ奥のほうだね、あれ、うん、めっちゃ南、うん、なんかマスターっていうのは関東はあるやから熱い、醤油で関東は黒いやつというか、あの、ね、良くない？肉じゃん、うん、醤油、うん、いいですよ、醤油、醤油塩もあるんじゃん、そう思う、そう思う、わな、わな、ね、お塩ね、ソースつけるとちょっともったいないか、塩もあるみたいな、おいしい、おいしいね、おいしい、いいね、ここやばい、ちょこちょこちょこ食べれていいね、初日からやばいね、これだな、あのネギミの塩、あ、これで、これで、うん、これまたおつらもんじゃん、うん、バスも書いてあった、あ、バスも書いてあった、うん、バスも書いてあった、うん、しかも塩ね、うん、いや、普通ネットかもしれない、ネットかもしれない、ちょっとさ、かきよしくない、サイズ感とか、うん、あそこで何本とか頼まなきゃいけないからだけど、うん、2本でいいから、うんうんうん、でここの2本はちょうど、うん、ちょうどいいね、ありがとう、うん、塩もうまい、うん、ミンチコーン、ミンチコーン、これちょっと食べてみよう、美味しそう、こんにゃく大好き、え、どんな味、どんな味、ソース、ここめっちゃうまい、すごい、いや、食べる、これがすごいな、いや、ここはもうリピート決定、うん、この1ヶ月の間に3回ぐらい来ちゃう、全然来ちゃう、困ったら来ちゃう、うん、困ったら来ちゃう、いや、太ったで、あ、そうなん、夜中になってラーメン、甘すぎるじゃん、うん、ちょっと渋さがある、分かる、なんか言ってる意味ない、ちょっと待って、ちゃんと分かってくれると嬉しい、めっちゃ美味しい、ミンチがあっさりしてる、うん、まだ始まるとこやから、これがミンチやばい、これ、うん、これ絶対食べた、また食べた、美味しいよね、食べっぷり、今からスナック行こう、レモンサワーにしたかった、作れへんかごめん、今始まったのかい、こういうのってキリッとするレモンサワーじゃん、緑茶より、緑茶杯よりレモンサワー、なんかミカとかしょっちゅう歌いに行ったんやけど、うん、ソースはさ、やっぱりレモンサワーなるね、次の来た時にあの決めてんの、まず甘酢じゃあ、うん、怒られちゃったの、あとね、ポテトフライの海苔、これも食べる、あとね、釜飯と鶏茶、いや、お腹空かせてきて、あ
いっぱいいっぱい焼き鳥食べたいよね。あとカレーコロッケもちょっと食べたい。食べたいね。よし、ボトル入れちゃう。入れる。すごい嬉しい。もうすごいよ。なんかまた良さそうなお店があったぞ。見に行こう。見に行くぞ。